2ベッドルームスイートルーム、ザ・リッツ・カールトン・クアラルンプール、です。178平米、これがシューズボックス、入っていきなり、トイレ、ちなみに1個目のトイレ入るとこんな感じで、いきなりこういうミーティングテーブル的な、ウェイカーブースとチョコレートと、まあ、リッツ・カールトンのチョコレート、このチョコレートが、申し訳ないんですけどヒルトンなんかと違って非常に美味しいです。一個一個がみんな美味しい。でここが、まあ、リビングですかね、バカでっかい、これはシャープのアクオスね、65ぐらいあるんじゃないですかね。それとこれ、ここはまあレジデンス棟なんて、長期滞在者がとてもお金持ちのレジデンス棟なので長期滞在者がいらっしゃるんですけど、キッチンがあります。でこれが、おそらくメイドさんとかが出入りするエレベーターホールですけど、こんな感じで外につながる。でこれはもう外です。サムソンのバカでっかい冷蔵庫、特に何も入ってません。これは食器洗い機ですね。コーヒーとか水とか、水も4本、この辺は空だと思いますけど、グラスとかお皿とかカップとか感じですね。みんな一応一通り揃ってます。で、電子レンジとマイクロウェーブですね、トースター、それからここにも2個目のトイレ、ここは空っぽですけどおそらくメイド部屋と思われます。で先ほどの、ま、リビング的なお部屋で、こっち奥へどーっと進みますと、こちらにですね、どうもこう書斎ですね、これはおそらくがありまして、こんな感じ。タイムズスクエアとかがある方ですかね。それでさらに奥に行くと、これがメインベッドルーム、ちょっと恥ずかしいんですけども、こういう、バトラーさんが飾りを作ってくれました。メインベッドルームです。景色がこんなもんですね。さっきのタイムズスクエアが見えて、こっちですね、こっちにバク亭だとか美味しいお店があったりしますけど、こんな感じですね。Bluetooth で iPhone なんかとつなげられる Philips の、アラームとミュージックホールが聞ける機械があります。
でメインベッドルームの奥に、パウダールーム的なものがあって、ここにガウンがあって、何しろ178ヘビもありますんで、アイロンですね。同じ。こういう金庫がありますね。開け方が右から開けろよって感じですね。はい、失礼しました。あ、うるさいですね、ごめんなさい。で、ここはメインのバスルーム、こんな、バブルバスにしてくださってます、花を散らしていただいて、かなり、炊きやすな感じですけども、ビデと、ここがメインのトイレですね。アスプレイっていうんですか、アメニティ。ボディーローションも普通の部屋よりも全然大きいです、倍ぐらいの大きさがあるんじゃないでしょうか。で、こちらのシャワールームこれメイン、さっきのメインのベッドルームで窓あるんですね。で、ここにまあご家族用というんでしょうか、またトイレがあって、またシャワールームもあります。トイレ3つ目ですかね、覚えきれませんけど、またここにもアスプレーローションがありますね。一応全部アメニティがあります。ここにまたツインのベッドルーム、右から今度開けましょう。またガウンがあって、スリッパがあって、この感じ、びっくり仰天、メガテンって、まあお子さんなんかをっていうことなんでしょうけれども、ちゃんと男女2組と思われるようになってますね、完全に。まあそんな感じで、だいたい以上なんですけども、これがザ・リッツ・カールトンクアラルンプール2ベッドルームスイート、2013年の後半か2014年ぐらいに改装されたんですかね、まあ広すぎちゃってかなり滝汗というか大笑いというか、外はちょっと雨が降ってますか、何やってんの状態のびっくり仰天なんですけども、いろいろあってここに、部屋を変えてもらったんですけども、ここしか空いてなかった的な、広い方と同じクラスの部屋とどっちになさいますかって言って聞かれたんで、そりゃまあ広い方ですよねって言ったらここになっちゃいました、リッツカールトンのプラチナだと、プラチナのステータスかなんかのお持ちだと、まあここになっちゃうんでしょうけれども、と以上、私の経験でも新記録な ホテルでございました。